話したいんですけど。え、閉めた。ひどくね。おい、目の前に私がいるだろうが。はい。浮いた浮いた浮いた。アップローディング。なんか顔っぽい？落ちたよ。何これ？ B。12分の B？ え、なんかキョロキョロしてるんですけど。アンテナ立っとる、アンテナ。なんか瞬きしよるよね、確実に。おもちゃ？ん？壊れた？めっちゃ遊ばれよるけど。お、復活した。ん？え、喋る。うまくいきましたね。助かりました。ありがとう。デッドシティに猫がいるなんて、カメラがおかしいかと思いました。え、監視カメラで監視しよるの、君？ああ。自分の名前が思い出せません。記憶領域が壊れたようです。長い間電子ネットワークの中に閉じ込められていました。ここにいた科学者のもとで働いていました。私のことは B12 と呼んでください。12分の B じゃないんや。私のボディにそう書いてありますので。よく見えるね。何？鏡？見た？デッドシティは危険なところです。でも、あなたはうまくやっていけそうですね。まあ、なんかここまでめちゃくちゃ冒険してきたもん。なんか敵の精神も振り払って。ここを出ましょう。ついてきてください。うん。何？あのキーでドアが解除されます。よく覚えています。自分の名前は覚えてないのに。やって差し上げましょう。恩着せがましいね。そうです。バッテリーがもうなくなりそうです。こちらに来てください。ん？これをつけてください。つけるって？どういうこと？あ、なんか背負わされた。ん？倒れたけど。なになに？なんか吸い込まれた？え？あ、動ける。めっちゃ歩き方おかしいけど。何？邪魔なんじゃない？歩くのに。あ、出てきた。このバックパックは、あなたのような小さい四足歩行の動物用にデザインされています。なぜ？人間じゃなくて。背中に馴染みませんか？ご心配なく、直になれますよ。キーをデジタル化して、バックパックに入れました。ほう。持ち物を確認するには、上？おー、出てきた出てきた。キー。その調子です。何か気になるものがあれば、私に見せてください。または、近くの誰かに見せてください。そろそろここから脱出しましょう。ふんふん。え、どこに行けとか何も言ってくれないのか？ん？これか、キー。見えねえ。はい。あれ？アイテムを使う。おー、開いた開いた。すげえ、行こう。ライトの明かりを使うには、左。え、なんかライトつけた方が怖くない？なんか部屋あった。なんか、ライトつけた方が見づらくね？あ、引ける。すごーい。で、何をするんだい、ここでは。え、何かあるんじゃないのか？何もないのか。うい、ペンキー。なんか書かれとるね。よくわからんけど。なんか下の方だけ読める？矢印。コード？イコール3748。はぁ、あ。え、なんもないんかな、別に。せっかく入ったのに、何もなさげだな。
じゃあ進みますか。え？え？何？どこに行くの？ちょ、明かり邪魔だな、逆に。あ！デジコードをしよう。デジコード？コード？さっき寄ったやつか。え？何やった？間違えた。3748って言った？あ、あっとった。あっとった。え、めっちゃ明るいとこ出た。イエーイ。って思ってもなんかね、しばらく進んだらなんかまた暗くなったんやけど、普通に。ランって書いてる。うわ、何ですか、ここは。向こうにエレベーターがあります。何やら重要そうです。行ってみましょう。エレベーター？あ、これまた乗るやつ？あ、思った感じと違った。真下に落ちるんかと思ったら。そういう谷川下り的な感じ？めっちゃ楽しいやん。え、てかなんか明るいね、ここ。気持ち悪いけど。え、めっちゃくちゃ気持ち悪いけど、明るいね。なんなん、この場所。なんかさらに明るい場所だな。お？待ってください。覚えています。アウトサイド。アウトサイド？遠い昔、行ったことがある気がするのです。あなたはそこから来たのでしょうか？さあ。なんか、よくわからん。でも、ここと同じように、なんかね、配管というか、なんかいっぱいあるところから来たよ。自然はもっとあったけど。私は誰かに必ずそこへ行くと約束しました。でも誰に？知らねえよ。このポストカードを元に書かれています。持って行きましょう。何？ポストカード。あ、なるほど。この壁画がポストカードを元に書かれてるってこと？へー。なぜこんな記憶があるのでしょうか？この記憶はどこから来たのでしょうか？前に進みましょう。てか何なの？私は、何？新しいメモリーを発見しました？何？新しいメモリーって。この子の記憶を取り戻す旅なの？これ。一体私は何をさせられてるんだ？私はあの仲間たちのところに戻るっていうのが目標じゃないのか？いまいち何をするゲームなのかが全く分かってないんだが、これ上上がっていきそうやね。でもどう？矢印とかない？なんも。ないね。じゃあこっちでいいんかな。え、でも上がれ、ないな。あ、あっち側か？なんかあっち側飛び移れそう。ん？あれ矢印かな？家のマークか？え、わからん。でも、いけそう？あ、いける。矢印なような、そうじゃないような。わからんけど、まあ、行ってみますか。家のマーク。いや、家か、矢印か。え、めっちゃいっぱいおるんやけど。あの、ネズミのやつ。キモい、キモい、キモい。え？何？どっかに、ええー！来んなって来んなって来んなって。何？どこに行けばいいの？上？上に行ったら逃げれる？え、なんかおるんやけど。え、なんか動きおるって。人？お、スラム。スラム街に入ってきてしまった。あ、何？見つかった。え？え？でもなんか、何？なんか警報鳴らされたんやけど。え、なに？逆に怖がられてる感じ？え、締め切られた。え、え？なに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 ？何か追いかけてくる？もしかして。何かに追われる？私。え、嫌なんだけど。怖っ。なに？みんなすげえ逃げてくるんだけど。なに？猫がそんなに怖いのか？もう、うい。すごい足引きずりながら入ってったけど。みんなめっちゃ逃げてくやん。どうした？あれかな？ロボットが、なんかロボットいっぱいおるね。ロボットたちの街？
ロボットたちからしたらわけのわからん生き物がやってきたってことで警戒されてるってことかな。用心棒ですか、君は。こんなに可愛いのに。なんなんやろ、目線を合わされてる。何か。あ、交流する。何語？彼ら独自の言語があるようです。ほう。ザークではないな。ザーク。お、ガーディアンやって、やっぱ。知らぬ顔だな。誰も食べない限り歓迎するよ。えへ？ロボットに食べる場所なんかなくない？えへ？猫がロボット食べるわけなくない？無理やって、そんな。バリバリ食べるの。何？誰か呼ばれた？え、でも歓迎するよって言ったよね。あ、警報切れた。心配ないぞーって言ったってことかな。あ、よかったよかった。あ、みんな出てきた出てきた。私はただの猫ですよ。仲間とはぐれてしまった。なんか唐突に日常に戻ってきた感じ。ん？あ、動ける。迷っているのか。何が欲しい？お、アイテムが。ポストカードが見せれる。アウトサイドの写真か。くだらない。エレベーターは動いていない。みんな知っている。ここから脱出ならできないと。アウトサイダー以外はな。しかし奴らもみんないなくなった。モモ以外はな。興味があれば奴と話すがいい。奴も脱出は諦めたようだが。結局それが一番だってことだ。奴はオレンジのネオンが光る、あのビルの上に住んでいる。ふんふん。わかりやすいね。ん？ B12 に助けを求めるには、下ボタン。私をいつでも呼んでください。ここにいますから。ガーディアンは、オレンジのネオンが光る大きなビルの上にいる、モモと話すように言っていました。彼がここからの脱出方法を知っているはずです。なるほど。てか、アウトサイダーの写真って、お？え、すごい、木の整備してるの？植物を育ててるのさ。人間たちはよく育ったもんだよ。最近のは光がほとんど必要ないのさ。ちょっと水やりをするだけで、こんなに大きく育つのさ。テクノロジーの進化はすごいね。人間っていうのはちゃんと存在する世界なんやね。アウトサイドに行きたい？ま、グッドラック。何も起こらないといいですね。アウトサイドって何なの？外の世界って意味？寝てない？なんか、顔。驚かすなよ。ザークかと思った。おっと、すごい可愛い。なんだその適当な。え、この子話せないんだけど。話せないのか？エレベーターが動くと思った？明日で私は374歳になるけど、それが動いているところを見たことがない。374歳？え、374年ずっとここにおるってこと？そんなに嫌なんやけど。なんて美しい夢。ただの夢なんて残念だ。出て行こうよ、一緒に。なぜ上に向かう？そこには何もないよ。ももも似たような写真持ってたよ。彼にも見せた？見せてない。まだ会ってもない。この子も話しかけられない。何？は？変なもので私の瞑想の邪魔しないで。怒られた。なんか怒られたんですけど。なぜ？なんか、今しゃがめたよね。よくわからんけど。どうやったんか自分でもよくわからんけど、しゃがめたな。なにこれ、ボール？落としてしまった。お、あそこにもなんか、何やってんだ？あそこにもいるな。なんか、呼ばれた、何ですか？何これ、電気ケーブルを調査？こんにちは。私はマーケットの商人だよ。ほうほうほう。
あなたが何かをくれれば、私も代わりに何かを渡そう。シンプルだろ？物々交換。これは電気ケーブルのセット。このマーケットで一番高品質のものさ。スーパースピリット洗剤と交換するよ。私が出せる最高のものだね。スーパースピリット洗剤ってなんだ？それは受け入れられないね。なるほど。お店もあるんだな。物々交換用のもの探しよるとかかな。このゴミの山に隠れている宝石を見てごらん。天からの恵みだ。それか天じゃないどっかからの恵みだ。まあそうだろうね。青い空。は、想像してみろ。見たことないっていうことかな。ザークから守るアイテムがあってよかった。スラムは常に奴らの脅威にさらされていて、ザーク対策がこの街では重要なんだ。ザークって何なの？こういうフェイク写真よく見るよ。アウトサイドについて言われてることは、すべて美しい夢物語さ。なるほど。みんなこういう世界はないと思ったんやね。あるよ、きっと。え、一緒に行こうよ、アウトサイド。え、どこやった？あっちか。こっちは誰もいないの？あ、なんか座っとる？ん？座ってるね。ギター持ってる？こんにちは。私はミュージシャンだけど、演奏する曲を何も知らない。作れよ、曲。青い空。ふっ。いつかそれについて曲を作ってみよう。いつかじゃなくて今作りなよ。何これ？え、なんか、え、うわ、なんか混乱した状態になっとる。全然思った方向に動かせんねえけど。え、これどうすればいいの？どうやったら脱げるの？困るんだけど。え、怖い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 。あ、外せた。え、何これ？金庫あるよ。金庫の謎のパスワードを取得。デジコードをしよう。いや、できないんですが。え、さっきなんか、ゲットしたよね？これか。金庫の謎のパスワード。数字に従えと書かれていますが、バイナリーコードのようです。0と1だけが並んでいます。この暗号をどうにかして解読しなければなりません。おそらくここの安全性に関わるような気がします。え？やばいやん。あれか？誰かに見せればいいのか？誰か解決してくれそうな感じの人おる？とりあえずガーディアンに見せてみるか。なんか不審なものがあったよーと。どうもー。それはすごい古いバイナリーコード。真のオタクだけが読めるという。オタク？そういう感じ？真のオタクって誰だ？ん？真のオタクって誰だよ？わからんかったら同じことを言うんだな。誰か読める人おらんかな？オタク。オタク。わからないんだな。この人は？この人。曲作らんって言ったけん、真のオタクではないかもしれんけど。わからんのやな。なんなんだ、じゃあ。誰なら読めるんだ？その、ももとかいう。てか、ももって何？誰？そこからわからんけど。あ、そこにも誰かおる。ん？何これ、看板？翻訳。猫プラント。暗闇で育つ。自然を楽しむために太陽はいらない。いるよ。太陽はいるよ。なんかちょっとね、気分がめいりそうになるやん。そんな暗いとこにずっとおったら。君には変なことばかり起こるね。村を離れる気はないよ。危険すぎるもの。確かに、あのなんかね、謎の
ネズミみたいな奴らがおったし。ここは村なんやね。その上、ガーディアンだけしかこのドア開けられないし。素敵な写真。写っているのは嘘のものだけど、素敵。嘘のものっていうのは絵っていうことかな。この人も読めない。それをストリートに置いて次の日見たら、ザークが全部食べちゃってた。なんのことなんやろ、ザーク。クレイジーだと思わない？あいつら何でも食べちゃうんだ。複数形。またアウトサイドの写真？出て行って。そんなの全部ナンセンスだ。え？読めないんだな。あ、扉ってこれのこと？ガーディアンだけが開けられる扉なんや。あれを開けたら村から出ていけるんやね。お、これなんか中入れそうじゃね？お、なんか。バー。ああ、誰かおった。びっくり。2階の住人の新聞だよ。数年前のものだが、まだ読むところはある。え？アウトサイド？なんで苦労してそんなとこ行くの？ここで十分じゃん。まあ、楽しめてるんなら。読めないのか。楽譜あるよ。あの、音楽家の人に渡せばいいんやない。違うんかな？え？なんか、別に何もないな。ただ回収しただけ。回収できたよね、今。ってことは渡せるんかな？下は？暗いな。あ、おった、誰か。めっちゃ貧乏ゆすりしよる。何か欲しいの？ああ、青い空の神話。美しいコンセプトだ。読めないんだな。楽譜？楽器は演奏しないよ。ごめんね。ってことはやっぱり、まあ、あの楽器持っとったやつか。上に上がったら話せる？ん？話せないのか？酔いつぶれてんのか？見かけない顔だね。いかがいたしましょう。素敵なアウトサイドの写真ですね。モモはその神話が大好きなんです。ぜひ彼にその写真を見せてあげてください。このエリアのずっと上の方に彼の住むアパートがあります。オレンジのネオンが目印です。ありがとう。読めないのか。これは何？あ、曲が変えれる。よくわからんけど。あ、変わったね。曲変わったね。お。君は遠くから見ると小さいザークみたいだね。なんか知らんけど敵に似とるけん。警戒されたんか。彼らは見た目も音も可愛いけど、侮ってはいかん。金属だって食っちまうんだから。恐ろしい生き物さ。なるほど。じゃあ君らも食われるってことか。だから食わなかったら歓迎。なるほどね。それはモモがずっと話しているアウトサイドじゃないか？やっぱり神話がどうのこうのとか、なんちゃらってモモっていう人が、ね、詳しいみたいやけん。その人が、このパスワードも読めるってことかな。真のオタクっていうことか。あれは？ん？なんかある。エリオットプログラミング。ドアをノックして開くのを待て。ノック？あ、開いた。なるほど、爪研ぎがノックになるのか。え？話したいんですけど。え？閉めた！ひどくね？おい、目の前に私がいるだろうが。開けろよ、開けろよ。
出てきた。入っていい？ねえ、交流するがさ、お？入ったはいいんだけど出れるんだろうか。ん？これアウトサイドのやつじゃない？あれ？なんか楽譜があった。で、これアウトサイドのやつじゃない？違うの？お？奴隷、何？奴隷になるためにプログラムされた。しかし心を持ってから、何日だ？25、わからん。なんかわからんけど、とてつもない日数が経過したんやね。いつかアウトサイダーがこの地獄からの出口を見つけてくれますように、モモ。お、モモ。奴隷になるためにプログラムされたけど心を持ってしまったんか。え、つら。え、この人？モモって。エリオットに会いに来たの？彼ならあそこにいるよ。何それ？ビーチ？今まで一度も耳にしたことがないね。え、そこに貼られてるのもビーチじゃないの？エリオットを探してるの？おいで、歓迎するよ。どこ？そのエリオットとやらは。